行きましょう。右足前に出していただいて、前流します。で、後ろにぐーっと上げていきましょう。背中のストレッチですね。1。息を吐きながら、2。3。ではその状態で今度は横に開きます。後ろにぐーっと回していきましょう。1、息を吐いて、2、3、4、あと5。 OK、 では反対いきましょう。左足に変えていただいて、また前ならして、後ろにぐーっと上げていきます。1、2、背中を意識しましょう。3、4、ラスト。はい、 OK。 ではこのまま外に開きましょう。1、2、はい、OK。 ではもう一度右足に変えていただいて、手を後ろについて、ももの後ろ、膝裏、ふくらはぎ伸ばします。でその状態で左手ついて、右手を開きます。1、後ろ、前、2、後ろ、前、3、後ろ、前、4、後ろ、前、5。はい、OK。では反対いきましょう。左足に変えていただいて、同じように後ろから伸ばしていきましょう。手を後ろについて、しっかりももを伸ばします。で、右手ついて、左手を開く。1、背中で、前、開く。後ろ、前、3、後ろ、前、4、後ろ、前、5、OK。 では次は四つ這いになっていただいて、股関節のストレッチしていきます。このままお尻を後ろにぐーっと引いて、かかとにお尻をつける感じですね。ここ股関節でぐっと縮んでいきます。はい、戻す。はい、もう一度ぐーっと、そうです。はい、戻して目線下げないようにしていきましょう。ぐーっと上げてアップ。はい、下げて、アップ、ラスト。はい、戻して、 OK です。ではそのまま手を前に出して、ぐーっとお尻引きます。で、右に動いていきましょう。1、1、ぐーっとお尻引いて、OK。 反対いきましょう。反対に伸ばして、1、1、右の背中を伸ばしていきます。はい、戻しましょう。ではそのまま腕立て伏せ姿勢になっていただいて、膝を伸ばして、足を股関節伸ばしましょう。前に1歩出す。1、戻して、2、3、4、5、6、7、ラスト、8、OK。
では最後ですね、ちょっと動かしながらやっていきましょう。両手をついていただいて、手を前に進めていきます。1、1、1、1、いけるところまで移動しよう。そしたら手で戻ります。1、1、1、1、1、で、もう一度行きましょう。1、1、1、1、で、足持ってきて、1、1、1、1、はい、OK です。では水を入れながら、今日はそこまで熱くないですけど、しっかり水分取りながらやっていきましょう。はい、ではですね、まずは四つ這いになっていただいて、この状態ですね。で、足をしっかり引きます。で、手はちょっと体の近くに持ってきていただいて、膝を少し開きます。で、この状態で膝をちょっとだけアップ、地面から少し膝を離します。そう、それでキープしましょう。はい、スタート。お尻引いて、お腹周り意識しましょう。お腹とお尻で軽くございます。背中丸くならないように。はい、3、2、1、はい、 OK。 今日は腕周りと体幹一緒にやっていきます。いわゆる腕立て伏せですね。肩幅に手を開いていただいて、膝立ち、このまま胸を地面に近づけていくんですが、肘を外に開かないでいただいて、まっすぐ下ろします。そうで、アップ。そうすると腕にも効いてきます。はい、ダウン。はい、アップ、2、ダウン、3、4、5、腕をしっかり伸ばしましょう。6、グッと腕で押す、腕と胸使いましょう。7、はい、8、9、はい、10、 OK。 では今度は少し内側にします。三角形を作りましょう。手で三角形作っていただいて、同じように胸を近づける。で、上がってきます。これきつい方は椅子とかに手を乗せながらやってください。台があると少し楽になりますので、この状態で無理な方はそれでやってみましょう。では行きましょう。ダウン、はい、上げて、1、はい、ダウン、胸近づけて、2、ダウン、3、そう、上半身で上がらないように腰を反らない、4、はい、後手、5、よいしょ、6、7、はい、頑張っていきましょう。8、いいですね。はい、9、ラスト、10、はい、OK。 ナイスです、いいですね。では次、ちょっと体幹トレーニングをもう一回いきますよ。この状態で肘をつきます。で、足を膝曲げていただいて、ちょっと遠くにします。で、このまま右足を後ろに伸ばす、この状態ですね。そう、 OK。 これでキープしましょう。スタート。3、2、1、はい、 OK。 で、反対いきますよ。左足伸ばして、レディーゴー。
3、2、1、はい、OK。OK です。次はちょっとバランスをとっていきましょう。また四つ倍に戻します。ここにボックスを作るような形ですね。体で四角形を作っていきます。で、この状態で右手と左足を伸ばして、で、肘と膝をタッチ。はい、伸ばす。これで一回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK でーす。いいですね。では反対いきましょう。左足と右足伸ばして。はい、タッチ。伸ばす。1、2、3、4、5、6、7、そう、いいですね。8、9、ラスト。はい、OK。素晴らしい、いいですね。では次はですね、ちょっとお尻も動かしていきましょう。ヒップアップのトレーニングですね。四つ倍から右の膝を横に開きます。その時に左に傾かないように気をつけましょう。このまま右に上げて、はい、戻す。1、アップ。2、そう、膝を90度。3、上げて、そう、肘が回らないように、し、お尻の外側意識、5、アップ、6、アップ、7、よいしょ、8、9、ラスト、はい、OK、いいですね。では、この反対行きましょう。左のお尻ですね。膝を外に開くようなイメージでいきます。レディー。このまま、はい、アップ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト。OK、いいですね。ナイスです。ちょっとお尻のこの外側ですね、際の部分をやっていきました。では次は腕回りいきましょう。三頭筋ですね。このような状態で足をちょっと開いて手をつきましょう。で、この状態からちょっと手を遠くしてしまうと肩痛くなってしまうので近くしていただいて、お尻少し上げます。そのまま肘を曲げて、そう、腕を伸ばす。1、肘を下げて、伸ばす。2、そう、肘曲げて、3、肘曲げて、4、もう一丁、5、6、7、呼吸止めないように、8、9、下下がったらここキープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、伸ばして、OK! 腕回りですね。いいですね。では次は、手をまたついて、三角形を作ります。体で三角形を作っていきましょう。このまま、お腹を上げる、ぐーっと上に突き上げるようなイメージですね。はい、キープ。腕でぐっとしっかり肘を伸ばして、呼吸止めないようにしましょう。ぐーっと上げる。
3、2、1、OK! いいですね。では、次はですね、背中と腕、そして足、周り、ちょっと全体的にいきますよ。肩幅に足を開いていただいて、体を、お尻をでっちりにして前に倒していきます。ここは90度ぐらいですね。まっすぐ行ける方は行っていただいてもいいんですけど、まあ、70度、60度ぐらいでも OK です。この状態に押していただいて、キープします。このまま万歳。そうすると背中に効いてくるのが背中と腕ですね。で、このまま肘を下げる。1、後ろに下げる。2、そう、下向かないように3、斜め前向いて。4、腰を反らないようにお腹を、おへそをお腹の方に、あ、背骨の方につけて、5、6、7、8、しっかり絞って、9、ラスト。はい、OK。いいですね。ではですね、今度はですね、下半身も含めてちょっとやっていきます。足肩幅に開いていただいて、頭の後ろに手を組みましょう。はい。で、このまま、その頭で組んだ手をバンザイします。組んだ状態から、そのままバンザイ。こんな感じですね。で、そのバンザイを維持しながらダウンします。しゃがんで、スクワットですね。で、アップ。1。お尻で注意して下がってきます。手が下がらないように、2。手が下がらないように、そう、背中で引っ張る。3。ダウン。4。ダウン、ダウン、ダウン。5。呼吸して、6、ダウン、7、フェイスアップ、8、ダウン、9、ラスト。はい、OK。これは背中とももですね。足回りと両方とも刺激を入れてきました。OK です。では、今度は腹筋と足のお尻ですね、を使っていきます。ちょっとステップの動作になるんですが、頭の後ろに手を組みましょう。このまま、右の肘と膝をタッチ。そう。タッチ。3、4、5、6、7、8、9、10、はい、もうちょい、1、しっかりやって、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK! いいですね。しっかり倒してひねることによって、ここの腹筋と足、股関節を使います。いいですね。OK。今日はちょっと全身に刺激を入れていきました。で、これからまたいつもの3分間のやつですね。やっていきますので、ちょっとご準備していただいて、20秒3つ。で、これを3セットやっていきますので、皆さん準備のほどよろしくお願いします。はい、では、今日の3つはですね、まず1つ目は、この状態で、肘をつかずに腕立て伏せの姿勢でキープします。これはぐっと地面を押してあげて、腕も使います。そしてお腹でキープ。これを20秒やります。そうしましたら、上向きになっていただいて、足を上げて、伸
ばしながら少し下げる、上げる、下げる、上げるを繰り返して、で、3セット目は体を起こしていただいて、そのまま膝を伸ばす、下腹部ですね。はい、この3つでいきます。下腹部が2つと、まあ、体幹と腕回りですね。こちらを刺激していきましょう。大丈夫そうですか？はい。こちらの個人種目になるので、無理ない範囲でやっていきましょう。では、いきますよ。準備します。いきます。5秒前から。3、2、1。はい、今度これでキープ。そうです。足はつま先にちょっと体重かけます。しっかり地面を押して。呼吸止めないようにしましょう。鼻息吸って、口から吐いて。はい、上向きになりましょう。上向きになって。少し下ろす。そしてそのまま上げて。ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ。そう、続けて繰り返す。1、1。はい、体を起こして伸ばします。息吐いて。いいですね。そう。しっかり下腹部意識して2セット目いきますよ。はい。下向きで手を伸ばす。グッと地面を押して。呼吸を止めないようにしましょう。しっかり。伸ばしてちょっとダウンしたらアップ、骨盤を下げないようにしましょう。ダウン、アップ、ダウン、アップ。そう、続けて1、1、ふう、膝を曲げないように、はい、体を起こす、伸ばしましょう。そのまま伸ばして、肘ついていいですよ。はい、頑張りましょう。残り10秒。呼吸を止めないように。2、1。はい、下向き取って。さあ、ラストセットいきましょう。さあ、行きましょう。あと2つ。はい、行きましょう。足上げて、下腹ですよ。下腹意識。ふう。ふう。よいしょ。アップ、ダウン。ダウン、アップ。アップ、ダウン。アップ、ダウン。アップ。はい、ラスト。体を起こして。腰を反らないように、おへそを背骨の方にぐーっと近寄せます。呼吸止めないように。はい、OK でーす。お疲れ様でした。はい、ナイスです。では、最後、皆さん、クールダウンをしていきましょう。ゆっくり呼吸していただいて、水分取りながら全然構いません。両足を伸ばしましょう。で、両手を骨盤の横について、お尻を一度引きます。で、体を、胸を膝の方に近づけるように体を倒していって、手を伸ばして、裏を伸ばしましょう。はい、OK です。では、足ちょっと広げましょうか。開脚して、左のつま先に右の手をタッチしに行きます。体を畳むようなイメージですね。
はい、オッケー。反対いきましょう。左手を息を吐きながら、はい、オッケー。では次ちょっと腕回りやっていきましょう。右手を自分の肩、右の肩の上に乗せていただいて、そのまま肘を後ろに引きます。ぐーっと引いて、先ほどやった二の腕を伸ばしていきます。ここを伸ばしてあげると肩こりとかにもいいので、しっかり伸ばして真後ろに左手で押していきましょう。ぐーっと伸ばす。はい、 OK です。では反対、左の肩を持ってぐーっと後ろに引いて、OK です。ではですね、ちょっと背中も伸ばしていきましょうか。両手を前について、先ほど言ったやつですね、お尻後ろに引いてぐーっと背中を伸ばして、指先を見ましょう。そうしましたら、右手の方に、右手をついて、左手を45度、斜め45度に入れて、ぐーっと体を倒して、お尻引いて、左の背中伸ばします。なるべく左手を遠くに、斜め45度に遠くに伸ばして、はい、OK。反対行きましょう。右手を遠くに、はい、OK です。OK です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと今日は体幹だけじゃなくて、まあ、体全体的に刺激を入れてきました。まあ、ご自身がやりたい場所だったりとか、その刺激を入れたいところを、他のトレーニングの時でも意識してるだけで、まあ、腕っていうが二の腕のところに効いてきたりとか、あとは足に効いてきたり、まあ、体幹というのは全てのところにつながってきますので、そこと連動させるイメージを持っていただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ではまた、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。あ、大丈夫です、ありがとうございます。明日以降もですね、ちょっとまた引き続きお時間ある方はぜひご参加のほどよろしくお願いします。はい。はい。では本日はありがとうございました。お疲れ様です。よろしくお願いします。